ラブ、アニアンセヨチャのキミミニだ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。キミンです。本日はストレイキッズ新曲ミュージックビデオを見ていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということで待っておりました。本日12月9日の18時にストレイキッズさんが新曲パラムでカムバックをされました。本当にお待ちしておりました。はい、今回ですね、メンバーのウジンさんが脱退をされて少しカムバックが延期になって本日を迎えました。早速見ていきたいと思います。こっちに出します。それではいきます。ストレイキッズさんでパラムです。ねえ、もう CM ちょっと待って、CM、スキップします。せーの、ほい。あー、もう綺麗、ほんと綺麗。상상한널안았지만두손꽉널잡았지만품속엔고너한마남은채헤매이다걸꼭깨닫게됐어널놓아야만한다는걸스스로숨겨가며아껴낸꿈을깬순간이쇼가내가와이쓰기때문에엄청이쇼가와이めっちゃ可愛い。なんか悲しい、ちょっと本当に。あ、綺麗、めっちゃ綺麗。あ、かっこいい。あ、ビジュアルすげえ。やかっこいい、わかっこいい、あ、もうかっこいい、何やかな、かっこいい。サビなんだ、今回。マジかっこいい。なんか歌詞が、ねえ、ねえ、かっこいい。はい、ということで今回ストレイキッズさんのパラムを見させていただきました。ありがとうございます。前回のダブルノットの時とかは結構もうかっこいい曲でだったんですけどね、今回すごい曲もすごくなんかちょっと最初からしんみりして、なんか結構なんかその今回ウジンさんが脱退されてもう全然わかんないんですけど、なんか歌詞がちょっとこう偶然かもしれない、なんか照らし合わされ合ってるみたいな感じがちょっとしました。本当になんか一番自分が惹かれたのがあのアイエナさんが歌ってるところの
ちょっと今翻訳機でやってたんですけど、君を話すことが怖かったけど私は話さなければならない。なんかちょっとなんか来ましたね、本当に。ちょっとなんか、あ、今回はこんな感じなんだなと思って、ちょっと涙ちょちょぎれるようなミュージックビデオだなって思います。なんかウェイってちょっとこうウェイウェイみたいな感じでこうリアクション取りたいなっていうのもあったんですけど、なんか本当にいろいろ考えさせられるなっていうミュージックビデオでした。あの曲好きです。はい、曲はもう好きです。絶対リピート確定です。はい、ということで今回も見てくださり誠にありがとうございます。カムバックめっちゃ延期になったけど本当に待ってたよって方、メンバー8人になってもうちにさんのことも応援するよって方、絶対残りのメンバーも応援するよって方、絶対この曲リピート確定だよねって思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。インスタグラムのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ユミンでした。